初代ダルハウジー公爵、第10代ダルハウジー伯爵、ジェームズ・アンドルー・ブラウン・ラムゼーは、イギリスの政治家、貴族。1848年から1856年に、かけて、インド総督を務め、近隣諸国領土や反王国の併合を推進した。インドの絵に描かれた、ダルハウジー教1812年、スコットランド貴族第9代ダルハウジー伯爵、 ジョージ・ラムゼイとその妻・キャサリンの三男として生まれる。ハーロー校を経て、オックスフォード大学、クライスト・チャーチを卒業。1837年から1838年にかけて、ハディングトン・シャー選挙区から選出されて、庶民院議員を務めるも、翌年1838年3月に死去した、父より、第10代ガルハウジー伯爵や 連合王国貴族の第二代ダルハウジー・オブ、ダルハウジー・キャッスル男社区位などを継承し、貴族院議員に転じる。保守党に所属し、1843年から第二次、ピール内閣の商務長副長官、1845年から商務長長官を務める。保守党の政治家ながら、ホイッグ党党首ジョン・ラッセル卿から高く評価されており、 ピールの後を受けて首相になったラッセルの決定によって1848年1月よりインド総督に就任した。積極的な併合政策を取り、第二次粛戦争によりパンジャーブを併合し、1852年からの第二次ビルマ戦争でペグー地方を奪取し、ゲビルマ一帯をイギリス主配下に置いた。すでにイギリス保護領となっていたインド半王国に対しては、 強引な併合政策を推し進め、養子相続を認めない、失権の原理で、後継者の耐えた、サーターラー藩王国、ジャーアンシー藩王国、ナーグプル藩王国、タンジャーブール藩王国などを、次々とイギリスへ編入した。また、イギリスによって、すでに領土を奪われ、年金で暮らしていた君主たちに対しても、失権の原理を適用し、1851年に、 旧マラーター王国の最小バージーラーを二世が死ぬと、その養子ナーナーサーヒブに、年金の支払いを拒否した。1855年に、旧カルナータカ地方政権の党首、グラーム・ムハンマド・ガウス・ハーンが死ぬと、同様の措置を取った。1853年、デカン高原の大半王国、ニザー・ムハン王国からは、イギリス中流軍中流費の不払いを理由に、保護条約に基づき、 その代償として、ベラール地方を併合した。1856年、同じく北インドの大半王国、アワド半王国に対しては、失勢が行われていると理由をつけて、その王権を取り上げ、全土併合を宣言した。彼はインドにおいて、鉄道、道路、橋、運河の建設、郵便制度や、電信施設の開設、整備、軍隊、警察の拡充などにも努め、 そのインフラ事業と、半王国の強硬な併合政策と合わせて、植民地インドの全域を以前より、緊密な統一化に置いた総督となった。このため、近代インドの建設者との評価もある。1856年、任務を終えて帰国したが、過労のため健康を害しており、杖なしでは、歩行困難な状態になっていた。1857年、 ラムゼイの強引な反王国併合政策が原因の一つとなり、インド大反乱が発生し、彼の政策は非難を受けたが、自ら反論に立つ余力もなく、健康をどんどん悪化させて、1860年12月19日には死去した。彼には二人の娘がいたのみだったため、1849年に除されたダルハウジー公爵の称号は継承することができず、 彼一代で終わった。ダルハウジー伯爵位はいとこのフォックスに継承された。ありがとうございます。